皆さんこんにちは。7月8日木曜日、時刻は14時30分を回りました。ここからゆるゆるラクセスの時間です。パーソナリティはルーマ市石川でおうちサロンオールをしています橋本芳恵です。この番組では心も体もゆるゆるになって楽しんじゃいましょうという番組です。あなたの心が少しでもほっこりしていただけたら幸いです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 また FM コザではツイキャストと YouTube ライブで映像と音声を発信しています。過去の放送をご覧になりたい方は FM コザの YouTube チャンネルより検索してみてくださいね。神々です。で、今日のゲストさんは、Zoom でのご出演で、ではご自分で自己紹介どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。芳恵さんと、福島県つながりで、はい、出会うことができました。はい、福島県の二本松に住んでます渡辺玲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あの玲子さんって言うけど、れんちゃんってね、お呼びしたいと思います。はい、れんちゃんってますで、よく周りから呼ばれてるんですか、れんちゃんって。私、小学校1年の時に、れんこんっていうあだ名つけてもらったんですよ。れんこん、あの食べるれんこんでしょ。そう、野菜のれんこん。で、それでなんかれんちゃんっていうように最近は呼んでもらえるようになってて、レンコン、レンコンって呼ばれてたってこと？そうそうそう。だから同級生はみんないまだにレンコンって呼んでくれてるんですけど。でもレンコンってなんか可愛いね。ありがとうございます。そうなんですか。美味しいよね。そうなんです。いまだに。でもなんかいいよね、あだ名もね。いいじゃないですか。そのぐらいの可愛いあだ名で。レンちゃんとはね、リラクセスボディセラピーでね、本当、5月 の、 あの福島に帰省した時に練習会をしたいなと思って、募集をかけたら、レンちゃんがね、行きますって言ってくださって来てくださってね、初めて福島でリラクセンスのボディセラピー、リラクセンスボディセラピーの練習会が開催されて、本当にあの時はありがとうございました。こちらこそです。めちゃ楽しかったです。なんか初めて、全然初めてって感じなかったね。そうそうそう。そうだよねみたいな。ね、本当に。すんなりなんか ね、 ね、お話の方がね、多かったくらいですもんね。あるある。それもね、コミュニケーションで。まあ実はね、実は7月の27日もね、福島で練習会が開催されることになってるんですけどもね、その時もね、れんちゃんも来てくださるし、もしよかったら他の方たちもね、来てくれたら嬉しいなと思いますけど、本当楽しみです。私も楽しみです。ね、楽しみ。ということで、れんちゃんがリラクセンスボディセラピーと出会ったのはいつ？いつだったろう、何年前、何年前だろう、なんか覚えてないんですけど、5年ぐらい前になるのかな。あ、そう、私は6年前。そうなんですね。その後かもね。仙台でしょ、じゃあ。そうです、仙台で。ねえ、じゃあ質問しておきましょうね。じゃあ、はい、リラクセンスと、を学ぼうと思ったきっかけっていうのは何なんですか、レンちゃんの。Facebook 見てたらば、出てきたんですよ、リラクセンスの。ワンデーの募集が。で、中身見てたらば、なんか普通整体って揉んだりをしたりね、するじゃないですか。それがなくて、緩むっていうのが書いてあって、どんななのかなっていう興味津々で、それで申し込んで、講座受けたですね。レンちゃんはそういうマッサージとかなんか、そういうの興味があったってこと？人をこう癒してあげるとか。そうですね。
まあ仕事はまた別にしてはいたんですけど、そのうん、うちの母親が、病気で癌だったから、その辺も絡めて、いろいろ調べてって、食とか、うんうん、そういう感じでいたんですね。そしたらリラクに出会って、うん、そこから入ってった感じなんですね。そうなんですか。実は。うん、自分というよりも家族のため、お母さんのためにっていう感じで、うん、はい、学びたいっていう気持ちがあって。うん、はい、最初受けた時なんか、うん、ってびっくりしたでしょ、ワンデー。なりびっくり。ポロンって、ポロンポロンって何枚落ちたね。目から鱗が何枚落ちた。そう。これだけで緩むんだと思って。びっくりでしたよね。本当に。じゃあ、レンちゃんはそんなリラクセンスのね、どんなところが好きなんですか？なんだろう。まず、ゆるゆるさんとリコさんのこの、何、あったかさもあるし、うん、その概念もね、うん、赤ちゃんの頃にね、うん、踊るっていうのもいいし、まずは、なんだ、相手の方も自分もこうやってて、緩んでいく、うんうん、もうそれがもう、ドヒャーっていう感じで。ありえない、今までの概念と、本当ありえない。くて、うん、こんなんでっていうのが本当にドカンドカンってきましたよね。本当にね、こんなことあるんだと思って、うん、ね、うん、そんなところですね。ね、うん、じゃあそのリラクセンス今はどんな風に活用されてるんですか？うん、ほぼなんか家族にばっかりやってたんですけど、今度なんかやっぱり周り見てると。職場でもそうだったんですけど、本当にもう病んでるっていうか、あちこち痛いとかって言ってる人多くて、これはもうやらなきゃいかんと思って、少しずつ、うん、やり始めるところなんです。おお、素敵素敵、うん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 。やっとこう動き出して。そうそうそう、やっとやっと。いいですよ、こうね、レンちゃんのタイミングでね。うん、うん、いいと思います。じゃあ、うん、そしたらじゃあそれを動き始めるってことは何か、うん、今後リラクセンスをこういうふうに活用していきたいんだっていうなんかこうあるんですか？できればサロン持てればいいんですけど、うん、まだそこまで行く段階でないので、うん、近くでサロン経営してる友達がいるので、うん、そこでちょっと一角、うん、毎日じゃなく、うん、2日3日くらいいて借りてやろうとしてて、うん、うん、まあこの間も2人ぐらいやらせてもらってて、うん、うん、なんかすごくいいねって言ってもらえたから、もうちょっとめっちゃ喜んでるとこなんですけど。それはその言葉が一番嬉しいですよね。うん、ねえ、うん、そうやってお友達の一角をお借りして。ね、うん、少しでもこう、うん、ファンを、ね、広げてとか増やしてってそしてサロンっていうのはいい計画ですよ。ですかね、うんうん、やっぱ言葉にすれば、ね、現実になるから、うんうん、あ、そうですね。何でも言った方がいいですよね。言った方がいいです。うん、うん、じゃあもうちょっと後で詳しくお話聞きますので、まあ、前半はこれで、はい、あと後半よろしくお願いしますね。じゃあここからコマーシャルいきます。じゃあ、はい、はい、じゃあレンちゃん後半もよろしくお願いします。お願いします。じゃあレンちゃん、これからなんかワクワクなことをいろいろ考えてらっしゃるみたいですけど、じゃあさっきね、サロンを借りて、その一角借りてお客さんをね、週3回の時にやるっておっしゃってましたけど、喜んでもらってるっておっしゃってましたけど、どんなお客様がいらっしゃったんですか？そのやるきっかけが、そのサロンの友達が、うん、ゆるゆる体験したいんでやってって言われて、うん、お友達にやって、うん、すっごい緩んだよって、次の日まで緩んでたよって言ってもらえて、でそこで、うん、その友達のお客さんもたまたまいて、うん、
男性の方だったんですけど、その方にもやらさせていただいたんですけど、なんか不思議だないこれって言われて、不思議だないって言われて、そう、福島弁出ました。福島弁で言うと不思議だないってなんだいこれって言われたんですよ懐かしい響きだそう言われて、あ、おダバイってそこダバイってそこで言ってダバイっておいくつぐらいの男性だったんですか。60代かな、見た感じは。本当にもう、うん、どこが腰とか足とかなつらかったのかしら、うん、あの股関節が痛いって言ってて、うん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 、じゃあそのあたりとか、うんうん、何をしてあげたんですか、リラクセンスで。とりあえず何分ぐらいしてあげたの。30分くらい、うん、うん、やってあげたんですけど、うん、結構いい感じなんて言ってくれましたね。きっとそのぐらいの男性だから、うん、いろんなとこね、こう痛いからあのマッサージ行ったり、あの整体に行ったりとかされたされてるんじゃないかと思いますけど、きっとね、びっくりして、うん、なんだいこれってなったんだね。そうそうそう、なんだいこれになっちゃったいい子ですその男性あ、そう、じゃあ、まあ、きっとね、そうやってその一角でやってれば少しずつ少しずつ、うん、じゃあレンちゃんにまた やってもらいたいとかっていう方もね、お客様も増えていくと思いますからね。うんうん、うん、楽しみ。その他にはどんな、うん、なんかお伝えしたいこととかあります。はい、私リラクセンスの他に、うん、あのアロマとかもやってて、うん、あとはライアーという楽器を使って、うん、音のヒーリングもやってるんですね。素敵、うんうんうん、で今こんな感じなので、あの対面でもなんですけど遠隔でもちょろちょろやったりしてるのでちょろ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 、そうなんです。音で体も整っていくので、音の波動で、うん、ねえ、じゃあライヤーを聞いた後にリラクセンスとか、リラクセンスをした後にライヤーとかでもすごくなんかいいでしょうね、うん、いいと思う。かなり緩むと思います、うんうん、すごいもうスペシャルって感じでいいかもね。じゃあレンちゃんに連絡を取ろうと思ったらどうすればいいですか。フェイスブックもしつながってればフェイスブックのメッセンジャーとか、うん、あとはブログやってるので、うん、はい、そこから。じゃあ後で教えてくださいね、ブログね。はい。あの、YouTube に貼り、はい、フェイスブックとか YouTube に貼り付けますから。あ、はい、よろしくお願いします。すごい。ライアーもね、すごい。私も聞いたときありますけど、うん、ちょっと聞かせてもらったときもあるけど、なんかすごいこう、その人の感性とかが音に出ますよね。そうなんです。本当に。もう適当なんだけど、それがまた良かったりとかね。うん。うん。この時の波動が乗るから、本当に自分の体調も整えていないと。うん、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ自分でこうちゃんとリラクセンスで緩んどいたりとか、そうしないとね。ねえ、じゃあそんなこれからね、レンちゃんは、サロンっていう夢をお持ちでやっていくってことで、なんかすごい楽しみ、はい、ね、めちゃ楽しみにもう名前とかも決めてるんですか、サロンの名前。決めてない名前のサロンを決めて、どんなこうね、あの中内装とかどんなね、うん、サロンにするかってイメージもどんどん膨らませると、うん、少しでも早くこうね、可能性が、うん、現実化になってくるんじゃないですかね。その時は相談します、吉井さん
でも名前ってとっても大事でね、自分の思いが入るから。私の一応大きさの OR でオールってなんですけど、ヘブライ語で、光っていう意味なんですって。でなんか光ってこう話すこともあるし、浴びることもあるし、あったかいし、でこう包むこともできるっていう感じで、なんかそしてオールって読むんですけど、オールって全てっていう意味もあっていいかなと思って、で OR にしました。なるほど、光なんだ、いいですね。吉井さんみたいだ。もうここ光ってくるね。いやいやいや、そこじゃなくて。でもね、きっといいサロンね、仕上がると思いますから、れんちゃんね、楽しみ。できたら私もね、福島帰った時はれんちゃんのサロンに遊びに行きたいなと思いますね。わー、嬉しい。楽しみ。楽しみです。ね、あとは、あ、そう、今月ね、その最初に言いましたけど、7月27日に練習会。はい。その時に、れんちゃん、個人セッション受けるとかって言ってました。受けたい、受けたい、もう受けたいの。ねえ、なんか、自分も整いたいから。ね、でこの間もちょっとね、練習会でもやりましたけど、あれも本当に楽しかったし、もう私もやりたがりだから、どん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 やっちゃうんだよね。シンさんのがすごく気持ちよくて、あ、嬉しい。練習よりやってもらいたかったという。じゃあ練習前にのセッションで、ね、はい、やりましょうね、はい。そしたら体が緩んだことで、また練習がもっと軽やかにもっと押し込めたりとかするかもしれないですね。あ、そうですね。寝ちゃダメですよ。それはどうかな。寝ちゃうよね、気持ちよ。寝ちゃう、気持ちいいもん。あ、寝てる寝てると思って、こう寝てる方が、やってる方も、寝てる方も、寝てる方も力がもう入れられないから、寝てるとね。だから本当に自由に、本当に体の思い向くままにできるの、それはそれでね、また面白いんですけど。ね、またどんな風にれんちゃんが緩むか楽しみです。楽しみ、私も。ね、新しくね、誰か仲間がこう来ていただけたら、またね。ね。そうすると、3人とか4人いると、違いが、人によってこんな違うんだなって分かるから、また勉強になるんだよね。ね。ね。誰か来ないかな。誰か来ないかな。まあ、来てくださいね。7月27日、福島まで。香川です。来てください。まあですね、あとはれんちゃんが最近なんか楽しかったとことか、嬉しかったこととか、びっくりしたことってあります？楽しかったこと、ああ、最近ね、仕事辞めてただいるじゃないですか今。なんで結構友達とあちこち行って遊び歩いてて、なんか最近滝がね来ちゃってて、滝、ダーッと滝、ダーッてくる滝巡りなんかったりして、こないだは浦和内の幻の滝っていうところ行ってきたんですけど、本当に泥っぱたから入っていくんですね、入り口が。みんな泥っぱたってわかりますか？あ、そうか。言わないか。福島名わからない人。言わないの？言わないの？わからない。スタッフのめぐみさんは言わないって聞いてる。あ、言わない？泥っぱたね。本当に？私はわかるけど。うん。皆さん訳してね。から入っていくんだけど、もう、一歩入ったらね、すごいの、こんな山ん中みたいな感じで、で人がいなくて、誰も友達と2人だけで、そう、なんかめちゃ怖くなっちゃって、途中で帰ろうかなと思ったんだけど、もうせっかく来たから行こうと思って、まあ行ったらば、本当になんか幻みたいな滝で、本当に山ん中、
5分くらいしか歩かないのに山中なんですよ。びっくりしちゃった。じゃあ今度福島帰った時教えてくださいね、とこだ。はい、めっちゃ気持ちよかったですよ。でも、いいですよね、マイナスイオン浴びてね、自然の中で。なんか熊が出そうだったですよ、でも。とか持ってかないと、歌持っうていかないと、た本当に。危ない危ない。危ない危ない、本当に。最近、熊あちこち出てますからね。危ない危ない。危ない私危もない。ね、最近ね、バッグの中に、こう、なんか、大きい、こういうバッグだと、こう、中ごちゃごちゃになっちゃうでしょ？だから、中に仕切るような、こんな感じのを売ってます。とか、バッグとか。こ んな感じでやってます。いい感じです。持ってきます。してください。あとはそうですね。あと何かあるかな。福島に行く前に、こっちでも来週か、リラクセンスの練習会、沖縄でもやるんですよ。だから沖縄は毎月やってるので、それを行って、また福島で、またレンちゃんと練習会するんですけど、なんか、本当に、こう、もう毎回やってるんですけど、同じ人と組んでも、また違った反応が出たりとか、なんか、もっと面白いですよ、練習会ってね。ですよね。その時その時で体調も違いますもんね。本当に。またね、それやってから福島行きますからね。よろしくおま願いたします。教えてください。そして、来週のゲストの今のうちにお話しておきましょう。来週もリラクセンス仲間で、沖縄の練習家にももちろん、常連さんの、船越清子さんって方がいらっしゃいます。で、もちろんリラクセンスもやってらっしゃるんですけど、本当のお仕事っていうのは、初めての赤ちゃん体感教室で、赤ちゃんに関するお話とか、ママちゃんたちの不安を和らげるとか、なんかそんなこともしてらっしゃってて、なんかすごくもう柔らかい、もう女性って感じなので、皆さんお楽しみにしててくださいね。で、じゃあ、れんちゃん、ご感想、今日のご感想をお願いします。もう最初すごい緊張してて、始なの？まる前にトイレに駆け込んでしまいました。でもなんかね、話してみたらもう、よしえさんがね、ちゃんとこう、リードしてくれたので、なんとかお話しすることできました。よかったで楽す。しかったです。またね、その、まだ名もなきサロンがオープンした時には、ゲストさん、ね、お呼びしますので、わあ、嬉しい。ありがとうございます。よろしくお願い しよろましくお願いします。す。じゃあね、じゃあ、れんちゃん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。わ、じゃあ、福島も暑くなるでしょうけどもね、そう体調、ですね、これから。もう沖縄はもうめっちゃすごい真夏だから、本当にびっくりああ、そうなんですか。そうなんです。だからね、ラジオを聞いてくださってる皆さんも体調管理、気をつけてくださいね。ってことで、じゃあ、れんちゃん、さよなら、バイバーイ。また福島で待ってます。ラジオを聞いてくださってる方々もありがとうございました。また 来ありが週、とうごよろざいしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。ます。バイバーイ。